フレム計画、またはマルチミッションフリゲートとは、フランスとイタリアが共同で行う汎用フリゲート開発計画である。ただし、フランス海軍では D から始まる看板号を与えられ、駆逐艦相当として扱われている。2005年11月16日に決定された当初、計画では、フランスが17隻、イタリアが10隻を調達する計画であった。 フランスの導入計画は、当初、2隻のトゥールビル級駆逐艦及び6隻のジョルジュ、レーグ級駆逐艦を更新する対戦型8隻と、9隻のデスティエン・ヌドルブ級通報艦を更新する対地型9隻の合計17隻を、8隻4隻5隻の3段階に分けて導入する予定であった。しかし計画修正により席数は11隻まで減らされ、対地型が取り留めになり、 対空型2隻に変更された。現在予算が承認されている8隻の内訳は、対戦型6隻、対空型2隻である。対戦型の一番艦アキテーヌは2007年に寄港され、2013年4月に収益した。イタリアの導入計画は、7隻のマエストラーレ、9フリゲートと4隻のソルダキ9フリゲートを、対戦型4隻と、 汎用型6隻で更新する計画であり、特に汎用型には、対地攻撃能力を重視した装備が計画されている。モロッコ海軍仕様のムハンマド6世。フランス海軍仕様のアキテーヌ級駆逐艦に準じた設計。モロッコ海軍は、フランスよりアキテーヌ級に準ずる対戦型一隻の調達を決定。建造は、アキテーヌの後、ノルマンディの前に行われた。 艦名は、現在のモロッコの国王の名にちなんで、ムハンマド6世とされており、2014年1月30日に収益した。2015年2月アキテーヌ級駆逐艦の2番艦、ノルマンディーを購入、6月23日エジプト海軍に海戦一タヒャミサーとして収益した。アメリカ海軍は2017年より導入検討を開始し、 2019年6月20日より開始された FFG 気誘動ミサイルフリゲート設計案コンペティションにフレム計画をベースにしたフィンカンティエリース PA 社の案に決定したことを2020年4月30日付で公表されコンステレーション級ミサイルフリゲートとなったコンステレーション級は武器システムにイージスシステムベース10を搭載したイージス艦であり武装として マーク 41VLS やマーク 11057mm 砲の装備を予定している。基本型一隻と別仕様の九隻が建造され、フィンカンティエリの参加企業である、マリネットマリーンが担当する。h t t p w w d e f e n s i n d i s t r y d a y c o m フランクイテイリアンフレムフリゲートプログラムイントラブルアゲイン -01346 二日軍ステルス形状の新型フリーゲート、アルザス収益特徴は、マルチミッションから、ヤフーニュース2021年4月27日閲覧、フォーキャストインターナショナル2021年4月27日閲覧、フレム、デイツ D、ス・エイ・プリービジアンスデー・アフエドシャンズ、メールイマリーン、2010年9月25日閲覧、世界の感染2015年5月号世界の、 感染2015年10月号 h t t p s w w w n a v y m i l s u b m i t d i s p l a y a s p s t o r y i d 1 1 2 8 2 0ありがとうございます。